ほやほやになっちゃった。うん。のんちゃんのブラシと同じ。さっきのんちゃんと話してた。マイカーと卒業ありがとう。こちらこそありがとうございました。見に来てくれて嬉しかった。嘘、今食べてるの？みんな。8月からもお豆を取り始めて嬉しい。どうですか、しょうもないメール。普通の会話だ、内容だけど。日常の楽しみにしてもらえたら嬉しいです。明日からプロ野球再開だね。頑張れカープ。今日はランダムメール。あ、そうなの。え、ランダムって本当にランダムだよね。私のやばいメールしてなかった。今日はちょっとあのセトラブについてと、か、話す。ん？なんだ？それ、チンアナゴと、タツノオトシゴ？なんか人が立ってるように見えるんだけど。ふーちゃん卒業ぜ、あ、そうだったんですね。うん。今日はセトラブっていうあの入会会員制のファンミーティング、サロンミーティングに私、まあもともとセトラブっていうのあったんですけど、初めて参加してそうたんだけど、うん、なんかメンバー月替わりの制でやってるので参加させていただいたんですけど、セトラブって結構会員になった方、いろんな他のメンバーのとか見てると思うと思うけど、好きなこと結構やってるみたいで、今回私初登場したので、あのなんだろう、ファンの皆さんは結構まあそのきっかけで入会してくれた人とかいると思うんですけど、ですけどそのセトラブでせっかくなのでというか、いろんなことをしたいなと思っているので、ぜひ、まあキャンペーン8月で終わるんですけど、継続して入会していただいて、私がいっぱい見れるようにそうやっていきたいと思っています。ついに登場していただいてありがとう。それ言って言って、それハッシュタグでいっぱい言って。私のやりたいことっていっぱいあるんだけど、まあもちろんまず絞って、あのやるけど、でも今なんか実現できそうなやつは2つぐらいかな。いつ出るんだろうって思ってた。1年前から待ってて、ありがとうございます。結構ね、ファンの方入ってる方とかいた。他のメンバーのや
なんかやってるのとか見れるみたいなんで見てください。まあ、ちょっとあのすぐにね、なるべく早くできるようにやります。ありがとう。9月以降も継続ありがとうございます。なんか一緒にやりたいですね。なんか何やりたいっていうよりか、私がこれやるのをやるから、そう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 、希望したやつできる。だからファンのみんなはそれを見守っててって感じです。うん、って思ってます。本当にね、なんかいろんなことしてるよ、メンバー。なんかそう、なんかね、やりたいことと、ここまでにここをこういうゴールでやっていきたいっていうのができたので、私多分ファンの人と一緒にやる系私好きだから、うん、なんか楽しそうだなって思いました。でもコツコツしっかりやっていかないと、もちろん形にはならないと思うので、やっていきます。だから8月で終わらないで、でも今やってる、あの私と南ゆりなちゃんでやってるやつは9月7日が最終だから、とりあえず9月まではね入っててほしいなとは思ってるんだけど、どうですか。うん、って感じ。雨降ってたから頭痛い。うん、うん、キットちゃんと買ってありがとう。今回やってるやつは押しうちわを再生紙で作るってやつなんだけど、千羽鶴の再生紙で作るってやつなんですけどね。カキクッション売り切れてたよ。そのカキのクッション、フェリシモの通販、ワイも持ってる。待って、カキクッション、ありがとうございます。一緒ですね。私、あっち、1、2、3、4つあるのかな、今家に。3つかな。ありがとうございます。あ、今日はいつでもスクショしていいですよ。そうで、そのキットを購入した方、参加券付きキットを購入した方が次のワークショップに参加できます。そうで、そのキットとは別に私の推しキットってやつ、私のキット、あのホノタンキットみたいな、私が選んだ和紙のやつで作れるキットがあるんだけど、それを買って、それも買ってくれたら私が作るうちわにちょっとこう似せれるよみたいな、寄せて作れます。はいって感じですね。なので、あ、ホノタンセットっていう商品名なんだいいね。じゃあそのセット買ってください。眉毛整えたんですよ、いつもと一緒の私。そうなんですよ。雨でしたね。みんな大丈夫ですか。ちょっと毛先髪切ります。このぐらいいいですか、切っても。デザインめっちゃ悩み、私も今日その、まあ、次ワークショップでも作るので、あのうちわのデザイン考えてたんですけど、そう考えてたんだけど、結構作ってみるとこれむずいなとか、再生紙もうちょっと目立たせたいなとか多分あると思うので、全然イメージ通りに多分ならない
そう、でも一緒にみんなで作っていってやっていく。多分みんなの方がうちわ作りうまいですよね。だからきっとそれはみんなの見ながらそうちょっと教えてください。写真悩みも、私も写真悩むんだよね。てか写真ないからさ、現像しなきゃいけないの。どうしたらいい？どうしよう。これ瀬戸内 DMO に行った時のこの写真ならある。瀬戸内 DMO さんにお邪魔した時の写真か。あ、これあるよ。ハナタンからのランダムメール返信します。見ました。ランダムメールに返信してくれてる人周平さんだけだった。ありがとう。千穂ちゃんとのやつと、コンビニ簡単にプリントできるの？マジ私のもしてよ。湯のキャンプ場のやつとかあるよ。これにしようかな。意外となんかでもそんなにうちは大きくないので、うん、あれでした。え、何がいいと思いますか？画像ちょうだい。ツイッターに載ってるやつの、じゃあかわいいやつ。多分私ライブで結構ポニーテールすること多いので、うん、ポニーテールのとかどう？ポニーテールかわいいみたいな書いて。江田島の地図、あ、確かに良さそう。なんか私のファンの人のうちわって、まあ、みんな結構個性あるんだけど、なんか癖強いの、牡蠣とか。なんか今日なんか頭痛いなって思う。なんでだろうって思ったね。なんか首が痛い。なんか首のとこにダンベルを置いてスクワットっていうのかな、するんだけど、ここに、ここから痛いの。首にダンベルと、そう、首にダンベルバーベル、ツアーに向けて作り直した。おお、楽しみ。香川ですよね次。見送りもある。頑張ります。だからセトラブ、ちょっと本当に今回だけではなく何かしたいって思ってるので、セトラブ私やってなかったけど、私のファンの人で実はずっと見てたよって人いますか？結構メンバー好きなことを一生懸命やってる姿見れます。そう、新グッズの個別うちわ購入しました。ありがとう、嬉しい。グッズ持ってたらでも一発でわかるからね、ファンの人って。あ、そうなんだ。いろいろ勉強しました。私も結構勉強したんだよね。面白いと思った。
そろそろグッズ仕様デビューを考えてます。え、グッズ仕様デビューしてよ。キャンペーンで入ったデーです。いいじゃん、キャンペーン大成功じゃない。じゃあセトラブ運営さんって、今日なんか台本にめっちゃ出てきてるの、セトラブ運営さんって何と思った思ったけど、セトラブ運営さん的には嬉しいと思います。それはでも本当に私やるから、なんかこの配信見たらアーカイブチェックしてみて。次参加する？ワークショップ。私の好きな歌毎回歌おうかな、好きすぎて。実はちょっと前からストラブに入ってました。2期生とか結構やってますもんね。宝物たちも
最後までいい人でいたいなんて、優しいふりしてる自分を軽蔑しようか。彼女とは本当に何もなかったと否定しても、言い訳をしてるみたいで面倒な、信じられなくなったらおしまいだ。そうだろう、ギリギリさよならがいいなよ、強がって微笑んだ涙のダムが崩壊する。君は少しずつ溜まってる、その胸の悲しみが濡れた瞳に溢れそうで、瞬きさえもできないくらい息を伸びたら見つめ合って動けなかった。愛とは表面張力、最初は違ったよ、眼差しに甘えてた。愛してくれたこと誰かのせいにはできない。友達から別れろときっと言われ続けていたんだろう。なぜ君は感情的に僕のこと、喧嘩できたくなったら他人だろう。悲しいね、危ない、泣いてはなくなのに頑張って耐えている。涙が一つ溢れた、絶対溜まってたその全てが止めどなく溢れ出す。だけど僕には目の前の君の応援を止めるすべとかハンカチとか持ち合わせてない無力な男、後悔は表面張力。ギリギリさよならが言えないよ、強がって
する。君は少しずつ溜まってる、その胸の悲しみが濡れた瞳にあふれそうで、瞬きさえもできないくらい息を飲みたら見つめ合って動けなかった。愛とは表面張力。ギリギリだったの。ギリ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 事故りそうだったよ。危なかった。でも何もないけど、カキしかない。映ったらやばい。物はない。いいね。このレビの密度でもうすぐ夏だよって、風が教える。初めて会った時目を合わせなかった。人に知りと知るまでずっと君を誤解してた。わかる。みんなのように上手に生きられない。君は僕ら変なとこが似てる。本当は悩んでても向き合って、そうしても笑顔のまま変わらない君が好きだ。今日お家から帰ったらふーちゃんからプレゼント届いてた。嬉しいでした。でかすぎでしょ。嬉しい。何度も喧嘩して仲直りしてきた。遠回りのその分だけきっと理解できたかもね。束縛されるのは嫌だ。つまらないよ。君は君だ。自由でいてほしい。悲しみに出会ってもすぐそばに僕がいる。どんな時も心配しなくていいよ。後ろは普通の木です。僕だ、そばにいるとわかる。みんなのように上手に生きられない。君は僕だ、変なとこが似てる。本当は悩んでても不器用で、そうしても笑顔のまま変わらない。君好きだ。僕は僕だ。勝手にさせてくれ。強がりのすぐそばにいつだって君がいる。気が合うなんて奇跡に近い二人さ。
でも途中で終わっちゃった、ごめんなさい。
最近君については毎日聞いてる。いい歌に出会った。よかった。たくさん歌声聞けてるし、よかったです。なんか。なんか嬉しい時、今嬉しいじゃん、歌聴けて嬉しいみたいな、嬉しいって言ってくれるのも嬉しいし、なんか楽しい時とかもなんか楽しいみたいな、ライブってまあ楽しいんですけど、楽しいこと以外のこととか辛い時とかも楽しい時だけじゃなくて、辛い時とかのなんかまあそれあると思うんですけど、皆さんそう、私楽しい時ももちろんそれ当たり前なんだけど、なんか楽しい時より私は多分なんか自分が辛い時とかなんかそういう時に一番歌を必要とするというか、なんか歌に助けを求める、歌が居場所みたいな、よりど心のよりどころというかっていうのがすごいあるなってよく思うんですよね。最近も思ったし、それまあふーちゃんの時もだけど、うん、めちゃくちゃ思ってて、なんかすごい初めて聞く歌とかでも泣けたりめっちゃするし、歌ってすごいなって思うし、歌にめちゃくちゃ助けられてきたので、私はなので、だからそういう意味でも私が歌とかで、あのファンの皆さんとかになんか与え、勇気とか楽しいだけじゃなくて辛い時とかにも私の曲を聴いて元気になってほしいなっていう思いがすごいあるので、なんか自分が歌にめっちゃ助けられてきたので、本当に歌がないとなんか悲しいだけじゃどうしてたんだろう今までってめっちゃ思うんですよ、うん、すごい思うそれ。なんか私の歌でなんか私の歌で救われたっていうか、救いたいみんなのことって思うので、これからも皆さんに歌を届けていきたい。その歌をね、応援してもらいたいという気持ちは変わらないので、歌唱力ナンバー決定戦第4回も立候補いたしましたということなので、応援よろしくお願いしますはい、急なそうです、立候補しましたよ、報告でした。リース業は石会ないかな、話し会出ます、出ますというか、そうですね、まあ、今回も優勝するために出たいなと思ってます。もうね、あの立候補ってか、そのあれ、あの歌唱力のやつが来てすぐに来て秒で返したあ出ますって言いますね。 ST1番でも早すぎでしょって言われた、早っみたいな言われました。もう第3回は
決勝ファイナリストまで残って7ダイヤモンズっていうユニットで曲をいただいたりもしてリリースさせていただいたりして、うん、第4回こそかな、歌唱力ナンバー決定戦に関しては優勝するっていう気持ちはあります。したいっていうか、するために出るって思ってます。そうだな、でもあんまプレッシャーに感じずに、うん、みんなの思いはもう届いてるから期待というか、あの応援してくれたってる気持ちは届いて、あの歌唱力ナンバー決定戦の公式ホームページ、ツイッターかな、ツイッターとかかな、からにあの結構いろいろ載ってました。決勝がいつ頃予定してて、なんか予選がどう、放送がどうとかどうとかみたいな載ってたので、そこら辺はそこを詳しく載ってるやつを見てください。第4回で私は全部やりきります。やりきれるように、みたいな感じ。ありがとう、嬉しい結構 STU だよ。でも2期生とか、2期生ちゃんはもう出るって言ってた、こういた気がする。だからそうだね、嬉しいですね、いっぱい出てくれるのは。うん、そう、まあ、SNS では改めてまた報告しますね。うん、結構ショールームとかでもね、歌とか聞いてくださって皆さんもいますし、ファンの皆さんも絶対見てくれてるだろうなって思う。ショールームで先に報告でした。そう、 Twitter でなんて言ったらいいだろう、普通に言えばいいか。またちょっと数日後になるかもだけど、 SNS ではまた改めて報告します。ありがとう、頑張ってね、ありがとうございます。今日のショールームの内容はこんな感じ。ツイートして大丈夫です、大丈夫ですよ。優しいね、みんなこうやって気を使っていただいて。そうですね、よし、じゃあ立候補したっていうあれもあってね、目標、あ、そうなんですね、私がツイートするまでまた、ありがとう、いいよ言ってもそのショールーム内容、こんな内容話してたよみたいな言ってください。全然シェトラブのことも話したからね、今日ショールーム。あと何の話した、プロテインも飲んだしね。ザバス、これヨーグルト、最近ヨーグルト味をして、これのサイズじゃなくて、なんかちっちゃいサイズのやつあるんだけど、そっちの方がめっちゃヨーグルトで美味しかった。ソフィーちゃんのプレゼントの口が大きかったこと、
まだ冷蔵庫買ってますよ。毎日見てる、毎日見てる。おきちゃんとまひなにサイン書かれてるけど、くちゃくちゃ。ブラシの使い心地めっちゃいいですよ。使い心地というか超サラサラになる。私はずっと待ち受けにします。あのスペイベの時にね、携帯そうでしたよね。ありがとう。プル、なんて読むの？こんばんは。フォローしました。Thank you。ワルタラなん、あ、時間やばい。ごめん、時間やばい。ね、時間やばい。全然、あ、時間やばすぎて漢字間違えた。間違えちゃった。何やる？フィリピン？最悪なんだけど、最悪な決意表明。じゃあ、はい。ありがとう、教えてくれて。ちょっと本当にくしゃくしゃでごめん。マジでごめん。あんまスクショしないで。いいよ、しても、はい、優勝目指す。僕紙に書いてね、みんなと約束することは大事だね。頑張ります。大会がまだずっと続くのも嬉しいしね。歌唱力頑張る前にこの漢字、国語力頑張れって言われちゃうわ。これ時間がないから焦ってただけなんですね。はい、頑張ります。ありがとう。 STU はまだ誰が出るかまだ分かんないんですけど、みんなね、いっぱい出てくれたら嬉しいし、この大会を盛り上げられるような存在になりつつ優勝、はいですね。ちょっとランキング見ますね。長い時間だったんで、13位バッボーダートマーク台湾さん、12位バッキー TD さん、11位ヘンダーソンさん、10位スーさん、9位ヨリさん、8位アンニョホノカさん、7位マッキーさん、6位アソミンさん、5位マジッポさん、4位ヘスター、明日からブロックがやさん、楽しみさん、ありがとう。3位タカさん、ありがとう。2位カップルミキアさん、ありがとう。そして今日の1番アイル大好きさんです。僕らは私スライカーの歴史、アイル大好きさん、ありがとう。うん、ありがとうございます。みんなありがとう。セトラブもよろしく。おやすみみんな。結構、ま、巻き巻きで時間待っちゃったかな。バイバーイ。